りの今夜も一度目が始まりました。イエーイ。迷惑じゃないよ。はい、よい子のググタスミンのみんな、リスナーのみんな、元気かな。はい、今夜も始まりました。バーベキュー松村香織の今夜も1個目だ。はい、うるさいよ。はい、ということでですね、なんと今日はですね、なんとなんとゲストということで、今日のゲストは前回に引き続きですね、2回目の登場になりますね。チーム S 出口あきさん。そんなことないんじゃないよ。ちゃんと大きい声で喋ってください。出口あきです。はい、バナナジュース。あ、バナナジュースできたんですか。できました。でもない。おかわり。おかわり。おかわりか。はい、おかわり。はい、おかわり入れます。入ってんじゃん、まだ。入れたわ、ちょっと。これは皿洗いをしてない金子しおりの手です。お風呂も入ってないで。え、待って、お風呂。はい、そしてですね、今日は特別枠、まだレギュラーにはなれないので、あ、ゲストにもなれないんですけども、アシスタントとして今日はチーム E の金子しおりが来てくれました。イエーイ。私はゲストにもさせていただもらえないみたいです。はい、イエーイ。おかわりする。勝手に取んないでよ。はい、ということですね。ね、私一杯も飲んでないんだけど、まだ。え、はい無視じゃないって。はい、ということで今日はあきさんが全部飲んだあ、マジなくなったんだけど、あれな。え、もう空っぽ、ほら見て、私一杯もまだ飲んでないのに。ということで今夜もお悩み相談いきたいと思います。はい、いきたいと思います。そしてですね、今日からちょっと音楽を、あれ切れちゃった。あ、切れてない。音楽を入れてきたんですよ。音楽を、これ回ってますよカメラ。音楽を入れてきたので、はい、ということでですね、何え、で今からちょっと待ってて、今から私も映ってない。お前真ん中に撮りすぎちゃう。センター、足そっち側に、足そっち。はい、で今からお悩み相談いきたいと思います。はい、いきたいと思います。ペンネーム、奥村さん。この前初めて握手会に行ったら、嫁に小一時間説教を食らったのですが、もう俺は一生握手会に行けないのでしょうか。ヘルプミー。深刻ですね、これは。深刻ですね。答えていきましょう。はい、答えましょうか、うん、どうしたら怒られずにお嫁さんに許可をもらって握手会に来れるかね。答えて、みんなね、静かだから答えて。わかった、はい、今から放送事故やりましょう。え、じゃあ意味が、だから今はバカでしょ、本当に。だからお嫁さんに、かわいそうお嫁さんに、じゃあ今はね、今はお悩みコーナー、お悩みコーナーなんだって。はい、真剣に答えて。はい、行きましょう。だから嫁に小一じゃん、今日食らったんだって、初めて行ったらね。あ、分かった分かった分かった。だからどうしたらいけるかなっていう。なんかやっぱり結婚なさってるでしょう。うん、そうだね、結婚してるじゃないですか。うん、だからやっぱりなんかあのこそこそ行くのはやっぱり女の人は嫌がると思うんですよ。うん、そうだね、お仕事は。だから一緒にしちゃえばいいと思います。あ、なるほど。それがもう来んかもう来ない。いや、来たいって言ってるんだよ。え、来たいって言ってました。来たいって言ってました。うん、行きたいって言ってるよ。あ、じゃあお嫁さんを一緒に連れてきて、うん、で、なんか一
緒に楽しんじゃえば終わりよければ全てよしなのでいいです。じゃあお嫁さんにも SKE を勧めてですね、ぜひ松村かおりでお越しください。金子しおりでお越し、松村かおりで。はい、次行きましょう。うん、これ頑張った。はい、行きます。次、ペンネーム森島さん、相談ですが、自分は41になるおじさんです。最近好きな人ができたのですが、その子の年が19歳なのです。今度ご飯に食べていくところまではこぎつけたのですが、年が離れていて今一歩踏み出せない自分がいるんですが、カオタンはどう思いますか？おお、新年の差、年の差ですね。年の差に悩んでるんですか？あきさん、もうちょっと前来てもらっていい？いいよ、今度ちょっと。年の差で悩んでるんですよね。え、違う違う違う、だからどうしたらいいかで悩んでるんだって。え、だって年の差ですよね。いやいや、だから今一歩、そうだね、年の差、離れてて悩んでるっていう、うん、でもやっぱりなんか、でもさ、うん、19と41、まあ、31、39、まあ、30歳ぐらい。関係ないですからね、恋愛に。そうやって思ってる？誰がですか？自分は、うん、思いますね。でもさ、なんか私もでも本当に年上の人とか全然平気だな。今の年で40歳の人とか全然大丈夫。え、大丈夫じゃないよ、あきさん。でもなんか年下は私不安になるな、逆に。年下？うん、なんかさ、自分がしっかりしなきゃいけないって思うから。あ、まあでも全然それでもいいんだけど、年下でもね。私も全然自分がしっかりしてるからどっちでもいいじゃんなって思う。しっかりしてないでしょ。してるね。まあでもどうしたらいいかな。ご飯までは行けるんだって、約束したんだって、ご飯まで。あ、じゃあね。あ、じゃあステーキ一緒に食べれば仲良くなれると思います。あのステーキとかじゃなくて、ステーキじゃなくてもハンバーグでも、なんだろう、なんかさ、19歳の子だし、なんだろうな、どっちがいいかな。19歳の子は何が好きかっていうのはやっぱり、いや違う違う違う、そういうのじゃなくて、もうあんたがいるとね放送事故になるわ本当に。ね、あ、新鮮じゃない、おじさんだよな。なんかね、コース料理とかでその夜景が見えるさ、ホテルの上とかさ、そういうとこもちょっとキュンってくるよね、大人の人と、うん、あ、ご飯に来たっていう。やっぱ自分じゃさ、そういうところって19歳じゃいけないじゃん。やっぱり、あ、でも私はでもそれか、なんか気軽なさ、え、違う、やっぱり私、あの、そういうコースルールは高いから、じゃあカイゼリでいい。え、初めて行く人だよ、41歳の人と行くのに。じゃあ最低リびっくり、まあ、びっくり、びっくり、びっくり、いいね、びっくり。もうダメ、真剣に答えてるのに。なんか私はやっぱ初めてね、ご飯に行くんだったら、まあ、高いところ、高いお店がいいってわけじゃないけど、ちょっとおしゃれだったりとか、やっぱ19の子がまだ行ったことのないようなお店に連れてったら、あ、この人大人だ、やっぱ普通のね、同い年の子と違うなとか、大人の男性だなっていうところを見せられると思うんですよ、真摯なところをね。私たちも真剣に考えましたよね、結構考えてる、うん、だから、まあ、お食事を頑張って、そこを、そういうところ、おしゃれなところに連れてってあげるのがいいかな。でちょっと結果聞きたくない、ご飯行ってからの話。うん、いつ行くんだろうね、いつ行く。告白するのはでもまだ早いよね、うん、ご飯行って、うん、まだ早いね。まあまあ焦らずね。そう、焦らず、なんだろう、どうしたらいいんだろうね。でも年は本当に気にしなくていいと思います。逆になんか自分がコンプレックスにね思って気にしてると相手に伝わっちゃうから、うん、私は全然もう年相応な大人の振る舞いをすれば女の子は絶対キュンってくると思います。イエーイ、ね、そうだよね、アシスタントたち。はい、すごいそう思います。本当に思ってる？思ってます、とても。
いいと思う。なんか、うん、やっぱり大事ですよね。うん、はい、じゃあそういう感じに、はい、幸せになってください。うん、よし、もう10分超えちゃった。まだもう一つ行きたかったんだけど、ちょっと今日はこれで終わりかな。ちょっとグラグラしてしまったね、相変わらず。バナナジュースおいしい。ん？バナナジュースおかわり。いやもうないって作ったじゃん。バナナ4本も使ったよ今日は。はあ、こうやってね静かになるのも台本がないからこんな静かになってしまうんだろうな。でも本当にこれは趣味の一つだからいいと思います。そっか、ゆるくいきましょう。そうだね。じゃあそろそろおしまいの時間になってしまいました。エンディングです。はい、バーベキュー、バーベキュー松村かおりの今夜も1個目だ。皆さん、ジュジタサミいかがでしたか。いかがでしたか。はい、というわけで引き続きですね、バーベキュー松村かおりの今夜も1個目だの省略した名前を募集しています。こちらまで送っていってください。アドレスここと ここでー、待ってるよちょっとチョコちゃん、バナナジュース飲む？飲まないって、やばーはい、というわけで本当に今日もありがとうございました。はい、あ、取れちゃった。はい、てなわけで今日も終わりになりたいと思います。じゃあ最後にみんなでおやすみなさいを言いましょう。おやすみ、せーの、おやすみなさい。